昨日が1024でしたね。今日の朝一が1056だけどね、昨日で1回しかリードオフやってないから、うん、多分これ点滴の吸収しきってないと思う。あ、そういうこと。それがそれで、うん、明日の朝が本当の体重です。うん、で今日も午前中にも点滴したんでね。うんうん、そんなそこさちょっとそんなってて出てないよ。35も増えるほどは昨日食べてない。ペレットが 7.5 のベリキュアが 1.9、 1回しかやってませんよね。で今日はペレットが 28、 ベリキュアが 8.5、 食べさせました。なんとか食べ、ちょっと2回目がちょっと食べが悪かったみたいなんだけど、ペレットが 5.4、 まあそれでも 5.4 だけど、食べると8グラム食べるからさ、ペレット。なんとか一生懸命食べさせました。やっぱ食べるさせる量が多いからかな。夕べから今朝にかけては、うん、あのちっちゃいうんちが119個、別に柔らかいのでなかったんですけど、うん、今日の昼間は111個、これのが出て、ちょっと25個分ぐらいはちょっと柔らかいのが出ちゃった。うん、でラクサトーンは昨日はやらんかったんですけど、今日の朝はやったんですけど、うんうん、まあちょっと夕方はちょっと柔らかいのが出たからやめました。うん、これもしかしたらこの栄養補助との関係かもしれないね。柔らかいのが出た方が気が一緒にこう流れてる、流れてる可能性があるんだけど、先がさ柔らかいのが出ちゃうとですね、うんうん、それがどんどんひどくなっていっちゃうと、とってもリスキーなんですよね。だからまた今晩から佐野うんちの様子とこの子の様子見ながら、ラクサトーンは割と安全な薬だから結構ガンガンやるんですけどね、通常の子にはね。まあ割といい感じの顔してますよね。あえて自分で毛作りしてるじゃないですか。うん、あれは本当具合が悪い子にはできないサインですから。そんな様子です。ありがとうございます。すみません。なんとか体重をちょっと少しでも増えるように頑張って食べさせるようにはします。で今日は最終が4時半に4時40分に終わってるから、そこからは栄養補助はしてませんので。あとは自分でね、毛作りも大事だけど、ちょろっと自分で食べてほしいんですけどもね。ということですね。ありがとうございます。はい、じゃあ明日はちょっと、明日水曜日です。水曜日なんで、あの11時から12時ぐらいの間にもし電話していただけるんだったら、電話してください。